皆さん、こんにちは。マリアです。さあ、今回の内容はこちら。娘役応援企画。私が注目する歌姫たち。ということで、いやーね、またまた娘役にスポットを当てる企画を何かと思いまして、今回は私がもうとっても大好きな声の持ち主、とっても好きな歌い方をされる各組のね、歌姫を ご紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう <noise> はい、ということで、いやね、今回もうあくまで私の好みですからね、皆さんね、あくまで私の独断と偏見で、私の好みで選んでいきますので、あの、ご了承ください。あくまでね、やっぱり歌うまっていうと、 定義は皆さんそれぞれだと思うんですよ。いろいろと皆さんの好みもあると思うので、逆に皆さんが好きな歌姫の皆さんも私に教えてほしいなと思っていますので、コメント欄にお待ちしています。はい。それではまず花組からいきたいと思います。花組まさはこの方。おとクリスちゃンん ということで、もう言わずもがなですよね。これはね、皆さんよくご存知だと思いますけども、私はおとくりちゃんの歌が大好きです。はい。 100周年でね、聞いた時から度疑問を抜かれていましたけれども、本当にあの頃から比べて格段にまた上手くなってるんですよね。で、それはやっぱり表現力も備わったからだと思いますし、その声の幅もまた広がったんじゃないかなと思っています。なので、地声から裏声の本当に高いところまでしっかりと出せて、かつ絶対にピッチが狂わない、この正確さっていうのは本当に素晴らしいなと思いますし、そこに加 力があるので本当にドラマチックに歌える娘役さん歌姫さんなんですよねなので本当に私の中では安定と信頼のおとくちゃんですはい <laughs> で花組もう一人がこの方星風まどかちゃんということで や、っぱりね、まどかちゃんはヒロイン声なんですよ。本当に。私が大好きな、大好きな声の持ち主で。やっぱり昔から私って宝塚らしい声の娘役さんが大好きなんですよ。本当に綺麗な声の持ち主が大好きで。で、まどかちゃんって宝塚のヒロインらしい声でもあるし、ディズニーのヒロインみたいな声でもあるじゃないですか。で、そうじてヒロイン声なんですよね。だから。<laughs> で、そんな素敵な声を持っていて、なおかつ歌唱力もあるので、本当にヒロインのなんか歌が似合うというか、まどかちゃんが歌うだけで聴いてしまうところがあって、でも、何気にそういうヒロイン声を持ってるのに、まどかちゃんって地声でガンガン歌で攻めていける人なんですよね。そこのギャップもかなり好きで、 なんか、歌声が、裏声で、ファルセットでものすごく美しいのに、なんか、ディナーショーとか、皆さんご覧になりましたディナーショーとかで BTS を地声で歌えるんですよ。いや、本当にすごいなと思っていて。で、なんか、リズム感もかなりいいんですよね、まどかちゃんって。なので、ああいう早いテンポの曲でも、娘役でもしっかりと歌えるっていうところが、私の中では魅力だなって、うん、思っています。はい。さあ、そして次は月組ですね。月組まずは この方、キヨラ・ハリュウちゃんということで、もう本当に私に期待しかないですね、キヨラ・ハリュウちゃんには。本当に、ダルレイクの恋の時もものすごく素敵でしたし、あとアンナ、あんなカレーニアの時も本当に素敵でしたし、こんなに歌える娘役さんが出てきたんだっていうので、久しぶりにね、気持ちが高ぶりました。うん。で、あの、さよなら皆様もね、今歌ってらっしゃいますよね。 で、あの、なんといっても声が綺麗。本当に透き通っていて、聞く人の心にスーッと入ってくる、染み渡るような声の持ち主ですよね。歌声が美しくって。なので、本当にこれからは表現力をもっともっときっと学んで、そこが成長すれば、まあ、素晴らしい歌姫になると思いますので、期待しています。本当に期待しています。はい。そして、 もう一人がこの方、白川りリ,リちゃんということでいやーこの方に関しては私はやっぱり I am from、ね「アイアム・フロム・オーストリア」の新人公演ヒロインを演じた時にななんんんんてて歌が上手い娘役さんなんだって思っ思たんですよねで。あの楽曲って本当に難しくってさくらちゃんだったからこそ歌えたって私は思っていて。 それぐらい、地声で歌う部分もすごくありましたし、歌唱力を必要とするお役でしたし、迫力というか、その歌の力が必要だったので、それを見事に歌いこなしていって、わあ、すごい上手だって思ったのを覚えています。 ね、そこからも、やっぱりね、歌声が美しくって、歌で起用されることが多いので、またね、本当に、キヨラハリュウちゃんとはまたちょっと違った歌姫さんなんですよね。なので、私結構、あの、 迫力のある歌をもっと歌ってほしいなって思っていて、ランズランゼケイトちゃんとかもそうなんですけれども、こう、娘役だから綺麗に歌わなきゃいけないとかではなくって、もっと地声でもガンガン歌で攻めていけるような娘役さんじゃないかなと思っているので、もっとそういうところをね、聞きたいなと、うん、思っています。はい。そして、雪組ですね。雪組、まずは、この方。アイスミレさん。ということで、もう私ね、大 ですよ愛すみれさんの歌が本当に何 <laughs> て言うんでしょうねやっぱりねさすがに上級生の娘役さんだけあって場数も踏んでいますしそのすっごい歌い方にあの何て言うんでしょうねいろんな色を持っていらっしゃいますよねうん。であの技術力も高いのでどんな歌い方もできますし声の出し方とかもすごく使い分けていらっしゃってそこがね本当にすごく素敵だなと思っていて。で もうね、なんか迫力があるんですよ。で、ね、私的にはやっぱり美穂恵子さんと同じ部類の歌姫だなと思っていて、やっぱりこの方が一声歌い出すと場の空気が変わるというか、そこに確実にドラマが生まれるというか、そういうね、歌い方ができる娘役さんなので、本当にこれからも活躍してほしいと思っています。はい。そしてもう一人がこの方、アリス姫香ちゃんということで、 いやーもうこの方をね、私は本当に信仰のヒロインを演じてほしいって何度も何度もずっと思い続けている方なんですけれども、ああ歌声が綺麗で美しくって、本当に透明感があって、やっぱりね、どちらかというとヒロイン的な、あの歌唱法の方なんじゃないかなって私は思っています。でも、あのー、やっぱり歌でね、活躍していかれる方なので、いろんな歌を歌ってほしいですし、もっともっといろ 声を聞かせてほしいなって本当に期待していますはいさあそして星組ですね星組まずはこの方アリサひとみちゃんということでいやクラッチはね本当にねまだまだどこまで伸びていくんだろうっていうぐらい伸びしろがある方ですよね歌に関してうん。私はやっぱりお芝居が上手な方なのでその 歌うときに歌に確実に演技力が込められていてそこが素敵だなって思いますしクラッチも地声でも裏声でもすごくねなんか幅広く声を出すことができる人なんですよねで声にも若干特徴があってクラッチの声っていうのがすごくわかる声をしてらっしゃるんですねそこがまた魅力になっていてロミオとジュリエットのウバのようなああいうねこうローローと歌い上げる歌もすごく上手ですしかつ なんか、ちょっとコミカルに歌ったりするところも、すごく上手に跳ねることができるんですよね。で、そういうところの歌い分けも上手なので、いやー、それでいてヒロインもできますからね、結構私は、本当に無敵な歌姫じゃないかなって、うん、思っています。はい。さあ、そしてもう一人がこの方、宮ゆ優奈さんということで、 いや当てるいのね、時にまあ、まずね、スポットが当たった歌姫なんですけれども、そこから本当にね、見違えるぐらい成長されて、もともとね、歌は上手だったと思うんですけれども、こないだの,のね、れいマコトさんの前浜アンフィシアタリのコンサートベルダットですよ。もう、大活躍でしたね。本当に、ファントム・オブ・ゼ・オペラをこっちゃんと歌ったんですけれども、なんて素晴らしいんでしょうと思いました。もう、本当に、 おそらくね、クラシックとかの基礎もしっかりしてらっしゃるんじゃないかなと思いますし、それでいて、そういうファルセットでもどこまで出るのぐらい声も出ますし、かつ、しっかりとピッチが合ってるんですよね。声量もすごくありますし、かつ声が綺麗。本当に綺麗な歌声なんですよ。 で、地声でもやっぱり迫力ある歌を歌っていける若手の娘役さんなのでこれからねやっぱりね上級生になるにつれて本当にね楽しみだなって私は応援していますしもっともっと歌が聴きたいと期待しています。はい。さあそして最後ソラ組ですねまずはこの方。小春のさよさよん。 ということでいやーもう本当にねセリフの声も美しいんですよ小春のさゆちゃんってもうだからもちろん歌声も美しくって、ね、本当に透明感があって鈴が転がるような声をしてるんですよで本当にねなんか心に染み入る優しくて温かい歌声の持ち主でいやもう今回のねアクアビーテのエトワールも本当に素敵でしたし いや、私、声フェチなのかなって思うぐらい。フ <laughs> ワールトさんちゃんの声が大好きで。うん。なので、ねやっぱりね、上級生にね、どん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 なっていきますので、もっともっと、あの、その美声を聞かせてほしいなって思っています。はい。さあ、そして最後は、この方。甘いろミネリちゃん。ということで、ジュッチャンですね。 もう10ちゃんはね元から上手だったんですよ。星組にいた頃から上手でしたけれどもバリ空組に行ってからねぐんともうほんと飛躍的に伸びましたよね。もう私本当に夢千鳥の10ちゃんが忘れられないぐらい素晴らしすぎてもうね。 なんでしょうね。大人の色気もね、最近出てきましたので、そういう可愛い可愛い少女の十ちゃんから大人の十ちゃんにね、こうなっていって、いろんなジャンルの曲をどんな風にでも歌い分けられる技術も持っていますし、どんな声色も出せる。 もう、こんな、それでいて広いんですからね。やっぱだから、ね、クラッチと一緒ですよね。本当に、あの、なんて多彩な娘役さんなんだろうと思いますので、これからね、まあもちろん、役としての歌もそうなんですけれども、ショーでもね、もっともっと活躍してほしいなって、うん、思っていますので、楽しみにしています。はい。 ということで今日は娘役応援企画ということで私が注目する大好きな歌姫たちをご紹介してきましたけれどもいかがでしたでしょうかこの動画が面白かった役に立ったと思っていただけたらぜひグッドボタンを押してもらえると私も励みになりますよろしくお願いしますさあそれでは今日の動画ここまでとなります皆さん最後までご覧いただいてありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ